毎日ポジティブ。はい、ポジティブ97スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日の話なんですが、今日はですね、人生は天気のようなものだというですね、お話をしたいと思います。人生ね、天気のようなもの、晴れの日もあれば曇りの日もあればね、ものすごく雨の日もあれば今日のように台風の日もあるわけですよ。はい、それはね、みんなそうです。長い雨の人もいます。でもずっと晴れない人もいます。でも絶対にずっと晴れな場所はないんです。いつかは雨が降る。でもずっと雨の場所もいつかは晴れが来る、そして曇りが来る。そうやって人生はですね、浮き沈みをこう繰り返しながら生きていく、これこそがまさに人生だけども、周りから見てたらあの人いつも晴れだな、いつもすごい楽しそうな、いつも絶好調だな、なんでなんだろう、おかしくないか、不平等じゃないか、こういうふうに、ね、思う方もいらっしゃるんですよ。はい、でもこれもね、ちゃんと理屈があるんですね。まあ、どういうことかといったら、晴れの日に、ああ晴れだ気持ちいいなと思って過ごしてる人と、晴れの日にああ気持ちいいなと、よしと、これからの未来のために、よし俺は勉強しようと、資格を取ろう、なんか積み重ねて筋トレしよう、そうやって晴れの日でもあえて自分で天候を作れる人、あえて雨のような辛いことを自分で晴れの日のにもかかわらず自分でそういうことを課すことができる人、そういう方がですね、ずーっと晴れの状態を作ることができる。なぜならば自分で天候を作れるからなんですよ。まあ天候というのはね、晴れというのはまあ幸せな時、絶好調な時ですよね。雨というのはものすごい不調な時、運が悪い時ですよね。でも晴れの時に、絶好調にもかかわらずものすごく辛いこと、不運をあえて自分で作り出す、あえて自分でそういうチャレンジをして、そういう茨に道を行く、まあそういう人がね、自分で天候を作れちゃうんです。そうすると本来だったら晴れで雨が来るところを自分で雨を作っちゃってるんで、雨の量が終わってまた晴れになると、周りから見たらずっと晴れな状態で見える。でもその人は自分で自ら自分だけを雨を降り続けさせることができる。そうやって地味に積み重ねて、晴れの日でも自分にものすごく勉強したいとか、ものすごく筋トレしたいとか、自分のために自己投資をしてる人というのは、常に周りから見たらあの人いつも晴れだなと、そういうふうに見られるということなんですね。まあこれは全ての仕事にもですね、恋愛もそうですよね。恋愛でもやっぱり今の状態が幸せと思っている人とですね、いやこの幸せは当たり前じゃないんだから、もっとこの人を喜ばせたい、もっとこの人を思いやり持って接するようにしよう、いつもありがたいという気持ちでいいよ、そういうふうに思っている人、それは全く違いますよ。それは全くね、雨が降りっぱなしの人もいれば、晴れがずっと続く人もいる。それは自分で天候を作れる人だからこそ、こういうふうに自分で天候を作れる人間がすごくね、周りからも幸せに思うし、自分も幸せにできる。なぜかといったら、他の他者の天候に左右されないから、自分で天候を作り出せるからというですね、人生は天候のようなもの、そして天候は自分で作れるんだというですね、お話を今日はさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。